文化,文化闘争、文化闘争、文化と、嘘、は、ルドルフ・ルートビヒカール・フィルヒョウによって生み出された言葉で、1871年から1878年にかけてドイツ帝国最小を夫・フォンビス・マルクにって行われた、ローマ・カトリック教会に関する政策を指す。19世紀の半ばまで、カトリック教会はまた政治勢力でもあった。 イタリア半島のローマを中心に残された教皇領はフランスの援助を受けていたがプロイセン王国を名手とするドイツ諸法がフラスを破った不屈戦争により消滅し現代のイタリア地域がイタリア王国によってほぼ統一された。しかしプロテスタントが支配的なプロイセン王国においても主にオーストリアなど南ドイツで優勢なカトリック教会は 人々の生活のあらゆる面において強い影響力を保持していた。新しく成立したドイツ帝国では、この世俗主義的な国家の力を支持することをビスマルクは念頭に置き、カトリック教会に対する政治的制御によって、教会の政治的、社会的影響力を低下させようとした。1871年の説教団法、カンツェルパラグラフ・コンソールパラグラフは、 1875年にビスマルクが導入した数々の大カトリック制裁措置につながった。病理学者であり当時リベラル政党新歩党のドイツ帝国議会議員であったウィルヒョウはカトリック教会の見地からビスマルクの政策を描写するため1873年1月17日のプロイセン王国議会において文化闘争という言葉を初めて使った。 この思想対立は徐々にビスマルクの政治的敗北を招くことになっていくが、それとともにカトリック教会との闘争状態の緩和、ローマ教皇ピウス9世の死去後に即位した新教皇レオ13世との和解、説教団法と届けで結婚制を除いた社会的拘束の解除を行われていった。歴史家の間では一般的に文化闘争は 強皇ピウス旧制のカトリック教会を相手として差別的な社会的拘束をかけることであったとされる。その他にはやはりカトリックがマジョリティの位置を占める反ポーランド的要素もその政策に見ることができる。ドイツ帝国は1866年成立の北ドイツ連邦を引き継いだものであるため南ドイツの国々、特にカトリックのバイエルンの帝国への加盟はビスマルクの目には ドイツ帝国の安定に対する潜在的教徒を移った。1870年の第一回はカン公会議で強行不可流星が宣言されたことを契機として緊張が高まった。ドイツ東部ラインラントアルザスイコールロレーヌでも多くのカトリック教徒が存在した。ビスマルクはオーストリア帝国の介入を慎重に避けながらドイツ帝国を組織していった。オーストリア帝国は 上記のカトリック諸地域よりさらに強力なカトリック国家であったからである。カトリック教会の影響を抑えるために取られた手段の中には1871年にドイツ刑法に付加された第130条 A が挙げられる。これは聖職者が説教において政治を論じた場合に2年間の禁錮刑を課すというものだった。この条項は説教団法。 カンセルパラグラフ、コンソールパラグラフと呼ばれた。1872年3月には宗教学校は当局から査察を受けることになった。6月には政府系の学校から宗教の教師が追放された。加えてアダルベルト・ファルクの導入した5月法によって国家は聖職者教育を細かく管理するようになり、聖職者の絡んだ事件を管理が扱う。 教区裁判所を設置し、すべての聖職者が記載された届け書の提出を求めた。1872年には、イエズス会の活動が禁止された。この禁止措置は1917年まで続いた。1872年12月には、バチカンと断交した。1874年になると、結婚は、カトリック教会の手から離れて、教会の儀式でなく、 世俗的な儀式によって行われても有効となった。ベルリン動物園のライオンが毒殺されたことさえ、カトリック教会の陰謀だと非難された。1874年7月13日、バードキッシンゲンの町で、エドアルト・クルマンがビスマルクをピストルで暗殺しようとしたが、ビスマルクは手を負傷しただけだった。クルマンはビスマルクを暗殺しようとした理由として、反教会的な法律を挙げた。 カトリック教会の影響力はカトリック中央党が代表したがこれを制限しようとしたビスマルクの試みは不成功に終わった。1874年のドイツ帝国議会選挙ではカトリック勢力の議席は2倍に増えることとなった。社会民主党に対抗する必要からビスマルクは反教会的態度を和らげるようになった。 特に1878年の教皇レオ13世即位の、あとその傾向が顕著となった。ビスマルクは、今や多数派となったカトリック系の議員に対して、自らの政策の正当性を訴えるために、ドイツ国内における、ポーランド人、圧倒的にカトリック教徒が多かったの存在を、引き合いに出すようになった。文化闘争は当初は、収穫があったにせよ、大体において、 ビスマルク政権の成功とは言えなかった。文化闘争の結果として、後に残ったものは、ドイツ帝国の公正国家や主流から取り残された、人々の祖の助長であった。また、教皇史上剣論的なカトリック教徒と、ルーテル教会信徒の間の断絶を拡大させた。文化闘争は、特にプロイセンのうちのポーランド人居住地域に、大きな衝撃をもたらした。 この時期ポーランドは国家として消滅しており、オーストリア帝国、プロイセン王国、ロシア帝国の3つによって分割されていた。かつてポーランド・リトアニア共和国だった領域における広範なドイツ化運動はカトリック教会やカトリックが主流の南ドイツの国々に対する闘争と同時に始まった。このためヨーロッパ収支の分野では文化闘争の 反カトリック的要素は通常ドイツ帝国内におけることや文化を含むドイツ化運動と不可分と捉えられる。5月法が成立するとプロイセン王国の当局はポーランド語を教える学校の大半の閉鎖を開始した。代わりにドイツ語を教える学校設置が進められた。1872年11月にファルクは布告を出し翌年の春までに学校におけるべての 宗教教育はドイツ語で行われるようにした。カトリック教徒のポーランド人と聖職者から起こった抵抗運動は翌年までに得られた。この時ポズナントグニエズノのカトリック神学校が閉鎖された。国家は以前は教会が講演していた学校における教育監督権を取り上げた。カトリック教会の財産は没収され、各修道会は解散させられた。 カトリック教会の自由を保障していたプロイセン王国憲法の条項は削除された。他の地域と比較して、傍然地方、ゲンビエル・コポルスカ地方における文化闘争ははるかに強い民族主義的性格を帯びていた。その後まもなくプロイセン王国当局はさらなる抑圧政策を行った。185人の司祭が拘留され、数百人が国外亡命を余儀なくされた。 ポーランド主座大司教、ミエチスワフレ・ドゥホフスキも交流された。残りのカトリック主催たちの大多数は当局に隠れて、礼拝を行わなければならなかった。交流された聖職者のうちのほとんどは1870年代の終わり頃までに釈放されたが、そのうちの多数は国外亡命をさせられた。第三者の多くは、こういった反カトリック的、反ポーランド的政策は変え、ポーランドの 独立運動を助長するものだと考えた。文化闘争を追求するビスマルクの動機には、ポーランド人に対する個人的反感があったかもしれない。ドイツ帝国の他の地域とは、対照的にビエルコ・ポルスカ地方における文化闘争は1880年代になっても終わることがなかった。ビスマルクは社会主義者に対抗するために、カトリック教会との連携に非公式な署名をしたが、 ドイツ帝国内におけるポーランド人居住地域ではドイツ化政策は続けられた。1886年になるとエドアルト・フォン・ハルトマンの作った兵庫・ドイツの土地のスラブ人根絶に沿ってプロイセン王国領内のポーランドにおける政府当局は新しいドイツ化政策を準備した。この政策の立案者であったファインリヒティーデマンによると 以前に行われていたポーゼン地方へのドイツ人移住の試みが失敗した理由は、それらのドイツ人が移住に対する正当性の確信が手ず、移住先で自らを違法人と考えたからであるとされた。ティーデマンによる解決法は、行政手段によって土地の取得を促進することと同時に、移住するドイツ人に対して、移住先の社会生活と力、 ポーランド人を追い出すことは正しいことなのだと納得させることであった。国家の管理下にあった定住委員会は、ポーランド人から土地や財産を強制的に買い上げ、ドイツ人に安く払い下げた。この政策によって2万2000家族がポーランドに移住したが、住民全体におけるポーランド人の占める割合は変化しなかった。ドイツ東部委員会。 ドイチャー・オストマー・カンベリンも同様な活動をしたが、ほとんど成功しなかった。それに対して、文化闘争で行われた、ドイツ人の諸活動は、ポーランド人の民族意識を呼び越し、ドイツ人が、ポーランドの文化や経済に対抗するために創設した、各組織と告示した対抗的民族主義組織が、ポーランド人によって創設されることになった。1九百四年まで、ポーランド人農家が新しく、 家を建てることを禁止した法律が施行されていたが、ポーランド人の民族意識は非常に強かったため国内で不穏な状態が続くことになった。フジェシニアの学校児童による抗議行動やミハウ・ドゥジマワによる闘争は象徴的な出来事である。ドゥジマワは家を建てる代わりにサーカス団の使うような入馬車に住むことで法律の規制をうま回避して、 自らの抗議行動が注目を集めるように図ったドゥジマーの番。大体において、ポーゼン地方におけるドイツ化政策は失敗した。ポーランド人に反することを狙った行政手段はその多くが1918年まで取られていたが、1912年から1914年までの間では、ポーランド人所有の土地は、たった4つしか収容されなかった。 一方この時期にはポーランド人の社会組織はドイツ人の商業組織にうまく対抗しドイツ人から土地を買い上げるまでになったこの地域におけるポーランド人とドイツ人との間の長い構想はすべてのポーランドでの民族意識を発展させたこれはポーランドの他の地域における自己意識とは異なっており社会主義的でなく主に民族主義的な概念と関連していた この民族意識は二十世紀になって、ポーランドの他の地域にも広がってった。文化闘争、クルトゥア・コンプフという語は、他の時代の他の場所における、ドイツ帝国の例に似た文化的構想を指す場合にも使われている。アメリカ合衆国では、文化戦争という言葉が特にパトリック・ブキャナンによって使われている。これは、宗教的な保守主義者と世俗的な自由主義者、 との間で、1960年代に始まり現在まで続いている文化構想を描写するために作られた。ブキャナンの文脈では、伝統的道徳と前衛的自由主義との間の戦争を表す言葉として使われているが、これは明らかに昔のドイツの例を喚起させるものである。この文化戦争の主題はブキャナンが1992年に、 共和党全国大会で行った激しい基調、演説の基本思想となった。政治評論家たちはこれを共和党内の社会的恩恵派の多くを阻害したとみ、これによって民主党の対立候補ビル・クリントンが勝利することになったと考えている。文化戦争という言葉は2004年までアメリカの自由主義者と保守主義者の両方に広く使われていた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。